皆さんこんにちは。山本製作所の真田と申します。本日は鹿児島県伊佐市菱刈の株式会社ファーム K さんにお邪魔しております。ありがとうございます。すごいおしゃれな外観なんですが、いつ頃建てられたんですか？2020年平成2年に令和2年に建てられたライフセンターとなります。こちらのファーム K 様のライフセンターのこだわりをお伺いしてもいいですか？まずですね、囚人と荷受けと乾燥機の方が分かれた施設になっております。荷受けの工程とそれ以外の工程が分かれてるんですか？ゾーニングされております。今までライフセンターツアーではビニールで荷受けと乾燥調整以降を分かれてた施設をご紹介はさせていただいたんですけど、きっちり仕切りがあって部屋が分かれてるんですかね？部屋がきれいに分かれております。まだ紹介はさせていただいてなかったので楽しみです。じゃあこれから紹介していただいてもいいですか？はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらが荷受けの施設になります。先ほどおっしゃってたように本当に荷受けだけの場所なんですね。そうですね、ライフセンターと荷受けの部屋が完全に独立しています。なんでこんな風に分けられたんですか？以前のライフセンターでとても埃を気にされてました。また精米もされていますので、埃が舞わないようにオーナーさんがこだわっておられます。荷受けの時の舞い上がりが気になる方ってやっぱりいっぱいいらっしゃいますもんね。そうですね、圃場からお米を持ってきてやっぱりここで舞い上がってしまいますんで、こういった囚人施設を作っております。荷受けの設備にもその囚人できるような機能が入ってるってことなんですか？そうですね、その荷受け設備ご紹介いただきたいんですけど、こちらがですね操作盤になりまして、はい、それぞれに囚人ファンのスイッチがついております。囚人ファンのスイッチ、これは操作盤のようなんですが、張り込み排出囚人ファンってあるんですけど、その囚人ファンのスイッチっていうのはどういうことですか？まず荷受け、祖先機、張り込みコンベヤー、排出コンベヤー、タンク昇降機、タンク投入コンベヤー、荷受け除塵ファンなど、それぞれの箇所で囚人がついております。すごい。コンベヤーとか昇降機で囚人されてる方ってあんまり見かけなかったんですが、ここはやっぱり囚人にこだわっているっていうだけあって、いろんなところに囚人できるような機能がついてるんですね。そうですね、他ではない施設だと思います。こちらの荷受け設備なんですが、ピット式なんですね。そうですね、2メーター50ほどの幅がございますので、2トンダンプでも返すことができます。ダンプでこちらは張り込んでいらっしゃるんですか？そうですね、2トンダンプで張り込みになります。このピット式のメリットをお伺いしてもよろしいですか？はい、ピット式は処理能力が高いので、ダンプで返してすぐ圃場に戻ることができます。なるほど。ピット式の容量をお伺いしてもよろしいですか？容量が2トンになります。ここの青い線のところにトラックを持ってきて、はい、ここで2トンダンプを返します。はい、ここで埃が立ったやつを上の吸引ファンで引っ張って外にゴミを排出します。おー、なるほど。荷受けの設備自体にも囚人できるような機能がついてるんですね。そうですね。荷受けの次の工程を教えていただいてもいいですか？荷受けホッパーに入ったもみが、はいはい、こちらの高い昇降機を通って、はい、祖先機に入ります。おー、あれ、昇降機の上の部分に囚人機のところにつながっているような細い銀色のパイプが見えるんですけど、これは何ですか？ここからゴミを外に出していきます。だから昇降機のゴミも取ってまいります。じゃあ昇降機のゴミも荷受けの設備からのゴミと一緒に外に出しているってことなんですね。そうですね。なるほど。こちらの小さい昇降機の方の上からも囚人を取っております。でそれぞれのゴミを一箇所で集めて外に出しております。なるほど。あとこちらにチェーンコンベヤーがございますので、はい、こちらの上からもゴミを取っております。荷受けにつながっている各工程のゴミは全部吸われて一つにまとめられて、あの大きいファンで飛ばしてるんですね。そうですね、徹底されてますね。そうですね、まとめて取ることで効率が上がっております。穴も一つだけ開ければいいですもんね。そうですね。それでは改めて荷受けから張り込んで祖先機に行くんですよね。そうですね、ラインが分かれておりまして、祖先機に行くラインが1本、はい、とチェーンコンベヤに直接流れていくラインが1本ございます。
なんで祖先機にかけないラインがあるんですか？ここの地区は半もみで来る場合がございますので、祖先機を通さず直接フローコンベアに流しております。じゃあ祖先機に行った方は、祖先機に行ったもみは地下の方に一度落とされます。はい、この小さい方の昇降機を通ってチェーンコンベアに流れていきます。この祖先機なんですが、処理能力はどれくらいなんですか？15トンになります。ありがとうございます。やっぱりちょっと上に上げた方がいいんですかね？そうですね、こちらでゴミを排出しますので、この下の部分でゴミを取りやすくなっております。こちらの方がゴミより大きいゴミになります。でこちらの方が小さいゴミになります。じゃあこのチェーンコンベアで流刑の方に入った次の工程を教えていただいてもいいですか？はい、それでは外に回っていきましょう。はい。おー、ここは流刑以外の施設なんですね。すごい。そうですね、はい、並んでる。チェーンコンベアで流れてきたもみは7台の乾燥機に張り込まれていきます。ちなみに何国が何台並んでるか教えてもらってもいいですか？一番左の1号機が19国です。はいはい、こちらの2号機、はい、汎用型の乾燥機となります。これが45国になります、ね、45国、はいはい、次が60国の乾燥機が2台ございます。はい、あとは60国、50国、40国が据え付けられています。 ありがとうございます。結構こう国数が一緒の乾燥施設ライセターさんって多いような印象を受けたんですけど、今回はバラバラなんですね。そうですね、こちらの場合は少量で持ち込まれる場合がございますので、はい、19国を備えております。なるほど、自宅が多かったり個別乾燥が多いんで国数がバラバラな乾燥機が置いてあるということなんですね。そうですね。ちなみに廃用の乾燥機が1台だけ紹介いただいたんですけど、今回米麦だけじゃなくて何か違うものもやられてるんですか？あと秋にですね、蕎麦の方を使われております。改めてなんですが、この汎用乾燥機のいいところ、おすすめポイントを教えていただけますか？この VAM タイプの汎用乾燥機は、はい、もみ、麦、そば、大豆、あと脂質コーンまで1台5役でできます。汎用乾燥機の中のビルドシリーズっていうものが1台5役できるんですね。そうですね。でも他の米麦用の乾燥機もこのビルドシリーズっていうシールがついてたような気がするんですが、米麦用のビルドシリーズも含めて何かおすすめポイントがあったら教えていただいてもいいですか？やっぱり通常の乾燥機と大きく違うのが攪拌スイッチっていうのがついております。攪拌スイッチ、これはどういったものになるんですか？循環ボタンを長押していただきますと、左と右の回転を変えて中のもみを混ぜ合わせることができます。違う補助のもみが混ざり合わさった時に水分量が違いますので、そこで攪拌スイッチを使って水分を均一に合わせております。水分ムラがどうしても補助の中であったりした時に、はい、乾燥機の中で混ぜてくれる機能なんですね。そうですね、水分ムラを一定にする機能ですね。あ、水分が気になる方にはおすすめの乾燥機になってるんですね。そうですね、お任せスイッチを押していただくだけで AI が判断して最適な乾燥をいたします。おお、じゃああんまりこう乾燥機触ったことないなとか年に1回で忘れちゃうなっていう方にはおすすめですね。そうですね、最適な乾燥機だと思います。このチェンコンから乾燥機に入れて乾燥終わった穀物は次はどちらに？上にベルトコンベアが流れております。はい、このベルトコンベアにも端っこに集塵のパイプが通っております。左端と右端からゴミを取っております。ちょっと右側の方も見せてもらってもいいですか？はい、こちらのパイプになります。ここにも集塵の機能があるんですね。ちなみに右側の方からもホースのようなものが出てるんですけど、これは何のためにあるんですか？こちらは直接乾もみを取ったりするパイプとなっております。乾燥もみをここからフレコンとかで出せるようにしているってことなんですね。そうですね。じゃあここで外に取りたいものは取って、取らないものは、ね、このベルトコンベアが双方向に動くようになってますんで、はい、こちらの右側のラインに流れる流れと、はい、あと左側のこちらの法令タンクに行く流れがございます。
じゃあ法令タンクに行く前に一回昇降機を経由してって感じですかね。そうですね、こちらのベルトコンベヤーから昇降機を通してこちらの法令タンク2基に流れていきます。昇降機なんですが 2,3 本パイプが刺さっているようなんですけど、先ほどご紹介いただいたベルトコンベヤーから昇降機に行くのと、あと他の2つも教えてもらってもいいですか。はい、こちらが管もみのラインとなります。うんうん、それと直接ですね、乾燥機から入っていくラインとなってます。なるほど。じゃあ入径して左遷機を通らなかった乾燥もみはこのコンベアを伝って直接高齢タンクに入るようなラインがあるのと、19個の乾燥機からも直接出せるようにしているんですね。はい、その通りです。ありがとうございます。はい、じゃあこの昇降機を登ってまた上にですね、はい、コンベヤーがついてますんで、それぞれのタンクへ入ってまいります。なるほど。あ、ここにも銀色の細いパイプがあるということは囚人が。そうですね、こちらも囚人施設につながっております。すごい。この法令タンクは容量はどれぐらいなんですか。この法令タンクは60国が2台分入るタンクの容量となっております。今回この四つ足タイプの法令タンクだと思うんですけど、山本製作所には他に CT タンクっていう法令タンクがあったかと思うんですが、今回この四つ足のタンクを採用した理由教えていただけますか。やはりですね、こちらの乾燥施設でスペースの関係もございまして、こちらの法令タンクを採用しております。CT タンクより四つ足のタンクの方が小スペースで収まるっていうことなんですか。そうですね、 CT タンクは乾燥機の大きさがございますので、その分場所を取ってしまいますので、今回はこちらの法令タンクを提案させていただきました。この法令タンクからじゃあ次は教えてもらってもいいですか。はい、法令タンクからこちらのベルトコンベヤーを通ってこの昇降機でこちらのシュートを通じてもみすり機に入ってまいります。もみすり機なんですが、何インチのもみすり機になるんですか。こちらは山本製作所の自社製品で RX6000 という機械になります。こちらの機械は6インチで時間あたり3トンの処理量がございます。6インチで3トンってすごい処理能力高くないですか。クラスで最速の機械となっております。おー、素晴らしい。じゃあ改めてこのもみすり機 RX6000 の真田さん的推しポイント教えていただいてもいいですか。まずですね、設置がですね、小スペースで約2メーターほどの幅で設置ができます。通常のもみすり機に比べますと高さが高くなっております。うんうんうん、今回はですね、排出の昇降機ですね、はい、2メーター延長をしております。あとですね、溶土板といいまして、はい、お米を選別する板なんですけど、はい、こちらが16枚ついてますんで、うんうん、最大の処理能力が出る機械となっております。なるほど。実はですね、こちらの施設ではもみ以外にも麦、中米の処理をされております。荷受けから来た原料が、はい、そのまま直接この昇降機を通って法令タンクに行きます。うんうんうん、この流れですと絶対もみすり機の方に入りますよね。そうですね、この RX6000 はもみと麦のモードがございます。麦の場合はですね、ロールを開けて風船だけで処理します。中米の場合も同じような形でロールを開けてですね、玄米赤などを取っていきます。麦がもしそのライン上通らなくちゃいけない場合も安心して通らせることができるということなんですね。そうですね。それではもみすり機の次は、はい、玄米になった原料がこの昇降機を通ってこちらのシュートを通して石抜き機に入ります。はい、先ほど2メートル延長している昇降機っておっしゃってたと思うんですけど、なんで2メートル延長されてるんですか。2メートル延長することによりシュートの角度が取れます。この角度がちょっと変だと原料が流れなくなったりするってことなんですか。そうですね、昇降機が低いと角度が取れなくて綺麗な流れができない場合がございます。なるほど。じゃあこちらの石抜き機なんですが、処理能力はどれぐらいなんですか。3トンになります。なんかの紫のステッカーが貼ってるんですけど、色は紫じゃないんですが、山本製作所の機械なんですが、こちらの機械は山本社の機械となっております。それではこの石抜き機の次が、石抜き機を通って、はい、こちらの昇降機
に上げて、はい、流線別を行います。へえ、この流線別機なんですが、処理能力はどれぐらいなんですか？時間あたり3トンになります。ポコポコっていうのが2つあるみたいなんですけど、こちらの網が中に入っておりまして、手前と奥に2連の米線機となります。2つで1つの機械なんですね。そうですね、こちらの方から2つに分かれたやつが1つになって、うんうん、製品が色線タンクに上がってまいります。食器を通って色線タンクに入っていく。このタンクなんですが、どれぐらいの容量が入るんですか？1500キロの原料が入ります。ちょっと見えやすいところに移動していただいて、じゃあこのタンクに入った後が、こちらの色線を通して色線された製品がまた昇降機でプレコンスケールに入っていきます。なるほど、色彩選別機にかける前に一度タンクにはめておくのはなぜなんですか？色線の能力がございまして、はい、色線の能力を安定させるために一度色線タンクで貯めて流量を安定させております。例えばこの色彩選別機のタンクがいっぱいになってしまったらどうなるんですか？上にセンサーがついてまして、そこのセンサーに当たるともみすり機の溶動が止まる仕組みになっております。どっかで詰まってしまうとか溢れかえってしまうということはないんですね。センサーで制御しております。この色彩選別機の処理能力を教えてください。2トンになります。いつも見る色彩選別機と違ってるような気がするんですけど、 YFG とか CLX とかあると思うんですが、今回こちらの色彩選別機を導入された理由をお伺いしてもいいですか？こちらの施設では黒米の選別をされております。そのため黒米ができる色彩選別機を採用していただいております。じゃあ黒米が得意な色彩選別機が入ってるってことなんですね。はい、ありがとうございます。この四角いものは何ですか？こちらは色彩選別機の集塵機になります。色彩選別機専用の集塵機ってことなんですか？そうですね、専用になります。集塵機からパイプがつながっておりまして、この色彩選別機の底からゴミを取っております。なるほど、ここでも囚人へのこだわりが見ることができるんですね。そうですね、最終仕上げの製品に対しても綺麗なお米が出てくるということになります。じゃあこちらの色彩選別機の後は、こちらの正面ですね、清流が流れてきます。この肌色の昇降機でフレコンスケールに上げてまいります。この色彩選別機の隣に計量器っぽいものがあるんですけど、これは何用なんですか？こちらは色線で弾いたくず米の計量器となります。これは何キロできるものになるんですか？30キロの袋で取っていきます。清流の方はこの緑のフレコンはどれぐらいの量測れるんですか？1トンの測りとなっております。この緑の方の計量器が清流の計量器って教えていただいたんですが、左側のこの白い方の計量器は何を測るんですか？こちらがくず米の計量器となります。はい、このくず米の計量器には先ほどの流線別機から4つパイプが出ております。こちらの昇降機を通ってくず米のタンクに行きます。流線別されて、選別された方のものがこっちに入ってくるってことなんですね。そうです。先ほどこの弾かれたところの計量器の隣にちっちゃい PHL のような入気ホッパーがあるなって思ったんですけど、これは何用なんですか？こちらはですね、外部から持ち込まれた玄米用の張り込みホッパーになります。こちらのタイプは BHL-C タイプになります。持ち込まれた玄米がこちらのパイプを通して色線を通ります。じゃあ色彩選別機からかけたいっていう方はこの C タイプの方の BHL に入れて張り込みされるっていうことなんですね。そうですね、持ち込み専用の張り込みホッパーとなります。なるほど、いろんなところから出したり入れたりできるようになってる施設になってるんですね。そうですね、移動ホッパーになってますんで動かすことも可能です。ちなみにこの青い機械は何なんですか？こちらはですね、簡単ハンドと申しまして、コンプレッサーを使用しています。
30キロの紙台を持つのに力がいりますが、このエアーを使って楽に持ち上げて玄米を並べることができます。吸引ということは空気の力でその30キロの袋を吸い上げて簡単に小さな力で持ったり置いたりできるってことなんですね。そうですね。こちらにコンプレッサーが内蔵されておりますので、これで持ち上げと吸引を行います。作業の軽量化にもつながる機械になってるんですね。そうですね。それでは次にもみがらこの紹介をいたします。はい、お願いします。飛んでいきますか。いきますよ、せーの。はい、こちらがもみがらこになります。わー、広い、そして綺麗ですね。そうですね。正面の扉、こちらの方が幅が2メーター高さが4メーターございます。はい、前にありましたローダーなども直接入ってもみがらをすくうことができます。もみがら粉なんですけど、こう上の方にパイプに穴が開いてると思うんですが、これは何か理由があるんですか？こちらに穴が開いてるというのは、はい、この広さに対してもみがらを穴から出して均等に落としていきます。どうしてもですね、先の方だけだと奥に溜まってしまって、均等に溜まらないっていうことがございますので、途中途中穴を開けております。それでは次は集塵室の方に参ります。はい、お願いします。こちらが囚人室となります。あんまり見たことのない位置にいろんなものが出てるんですけど、一つ一つ教えていただいてもいいですか？はい、一番上にありますのが張り込みのとこから来てるパイプになります。あの荷受けの囚人装置ですか？そうですね。おその下にある小さいパイプ、はい、こちらが祖先機から来てるパイプとなります。おあと位置は変わりますが、それぞれ乾燥機の送風機のパイプとなります。送風機の出口が高い位置にあるのって初めて見ました。やはりですね、この隅に持っていくためにダクトを曲げてこちらまで持ってきております。なるほど。今までご紹介させていただいたライフセンターさんの囚人室って乾燥機の後ろにすぐ囚人室があるパターンが多かったと思うんですけど、こちらの場合は寄ってるんですもんね、施設の端というか。やはりもみがら粉のスペースと囚人室のスペース別々に取っておりますので、このような設計になっております。なるほど。上からでも出せるってことなんですね。そうですね。荷受けと祖先機の囚人機につながるパイプは分かったんですけど、他にもこちらの施設に関してはコンベアとか昇降機からの囚人もされてたと思うんですが、そちらはどこに？一番上の荷受けから来ている囚人パイプのところにつながっております。全部一箇所にまとめられてこちらにゴミが入ってくるっていうことなんですね。はい、そういうことです。ありがとうございます。この送風機にも蓋のようなものがされているかと思うんですが、改めてこちらの名称と役割お伺いしてもよろしいですか？こちらが山本製作所独自の風力自然ダンパーになります。お風とか湿気が他の乾燥機に戻っていかないような仕組みになってます。なるほど。やっぱりこの囚人室が風力自然ダンパーが必要だっていうことですよね。そうですね。ちなみに右上の方に穴が開いてると思うんですけど、これなんて言うんでしたっけ？こちらがガラリになります。このガラリはやっぱり必要なんですか？そうですね。乾燥機から出てくる風量がありますんで、それを計算したガラリを作っております。計算したガラリっていうのがキーワードになってくるんですか？そうですね。乾燥機一台一台に風力が違いますんで、その乾燥機の台数を計算してガラリを設計しております。例えばその計算よりも小さく作ってしまった場合はどうなるんですか？こちらの建屋内の隅から風が戻ってしまったりとか、あと乾燥機の乾燥に影響が出たりします。やっぱり私たちなりプロの方にしっかりと相談をしてガラリの面積を決めるっていうことが大切になってくるんですね。はい、そういうことです。先ほど排気ガラリを紹介いただいたと思うんですが、排気ガラリがあるということは吸気ガラリもあるってことですよね？そうですね。こちらにまず1箇所ですね、はい、こちらは電動で開閉ができます。電動で？はい、表の方にスイッチがございますので、はい、そのスイッチを押すと開きます。またスイッチ1つで閉めることができます。なぜ今回は電動にされたんですか？清潔にされている建屋なんで、まずゴミほこり、あとネズミや虫などが入ってこない、あと最後は防犯上の理由で電動に設計を出しました。やっぱ施設使ってない時とかですと、開いたままだと
どうしても虫とかネズミとか、まあ、防犯上の面でも完全に閉められることができるっていうのが電動のいいところってことですよね。そうですね。他にもですね、吸気ガラリが4箇所ございます、うん、はい。このスイッチを押しますと閉まります。はい。で、このスイッチを押すと開きます。雨が入ってこないように上にカバーが付けられております。なるほど。排気ガラリが大きかった印象があるので、吸気ガラリこんなに小さくて大丈夫かなって思ったんですけど、大丈夫なんですか？はい、こちらも乾燥機の台数、建屋の大きさから計算して吸気ガラリを設計しております。本日はお忙しいところありがとうございました。前の施設、他社さんで違う乾燥機入ってたってことなんですけど、今回山本製作所メインで乾燥機立てていただいてるんですが、はい、当社に決めていただいた決め手をお伺いしてもよろしいですか？はい、以前の施設の方は一応山本さんの精米機の方を使わせていただいてまして、その関係で山本さんにお願いしたところです。ありがとうございます。新しくライフセンター立ててよかったなって思うところをお伺いしてもよろしいですか？やはりどこの地域もだと思うんですけど、少子高齢化で施設自体が減っていく中で、以前の施設より処理能力を増やすことができまして、地域の方にも貢献できているというところと、また以前のように故障とかも今のところは少なくですね、仕事の方も順調にかかとっているというところです。前の施設はどれぐらいの量を処理されてたんですか？ですね、前のところは自社の生産が20から25ヘクタールまで来ましたかね。それと個人の持ち込みとか乾燥調整の作業自宅の方を30ぐらいしてましたかね。あ、もう倍ぐらいになって。そうですね、うちのこの施設を建てるということで、近くの業者さんもこちらの方にお願いするということで、おかげさんで処理の方は増えている状況です。このライフセンターを建てるにあたって、一番こだわったところを教えていただけますか？はい、一番のこだわりはやっぱり施設内のゴミをしないようにということで、以前の施設はもうかなりゴミがしたものですから、囚人関係に力を入れて取り込み能力を上げてですね、ダンプでの持ち込みになるものですから、少しでも待ち時間をなくするような形の設計段階からお願いしたところです。入居設備をここまでゾーニングされているのって今までライフセンターツアーでもなかったので、はい、ゾーニングに加えて各コンベアですとか昇降機ですとか、はい、いろんな囚人機能を持たれてましたもんね。はい、とにかく働く従業員にも極力ゴミがしないのと、健康面も考えてですね、できる限りの囚人をお願いしたところです。やっぱり全然違いますか？もう以前の施設からすると全然違います。大体どれぐらい減ったとかって？マスクしないでいいかなというぐらい。あ、以前は結構マスクもされてたんですね。そうですね、マスクしても鼻の周りが真っ黒になるような、そうだったんですね。施設の方中見させてもらってもすごい綺麗で、使われてるのも3年目とかこれから4年目ぐらいですかね。今3シーズン終わったんですかね。はい。それでは最後に今後の展望をお伺いしてもよろしいですか？そうですね、現在やっぱり日本全国だと思うんですけど、少子高齢化で田んぼを作る、またお米を乾燥調整する施設自体が少なくなってくると思うんですけど、その中でまだまだちょっと余裕がありますので、まだまだちょっと処理能力を上げて効率よく作業の方ができるようにしていきたいなと思っております。ありがとうございます。はい、私たちもそのお手伝いができるように引き続き頑張りますので、はい、ぜひお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。本日は鹿児島県伊佐市にある株式会社ファームK様にお邪魔しました。山本製作所では今回 LINE アカウントを開設いたしました。 LINE 公式アカウントに登録の方をよろしくお願いいたします。はい、お願いします。この動画が少しでもいいと思われた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。